まあ国会も終わりましたんで、まあ夏休みみたいな <laughs> 雰囲気の議員さんもいられるかもしれませんが、まあ多分そういう人は少なくて、常在戦場なんていうね、あの、あれ、昔予備校のヨゼミが言い出したことじゃないかな <laughs> と思うんだけど <laughs>、まあそんな言葉をまあ使ったりして、 実際は何をしているかといえば選挙の準備をするということのようですねまあ選挙の準備っていうのはそれはそれでんて言うでしょうそのまんま例えば取材して放映すれば一種の喜劇に見えるようなあまあ皆さんバタバタとあの走り回っていろいろ失敗を繰り返しながらですね、えー、っていうふうな光景になるんでしょうけれども。 まあ本人た、本人特に議員さんは、まあ本気の本気で、何としても国会に帰ってくるぞということでいるんでしょう。まあ、いわゆる解散権なるものがあるんだとすれば、まあ岸田さんがどっかで判断して、え、ご本人の来年の9月でしたっけ、自民党の総裁選、まあこれに勝つことを、まあ、 企んでいまあそうこうしているうちに、えーまあ、戦争の方も随分いろんな状況の変化が見られて、えーまあ、相変わらずうちわかってるぞとあのプーチンさんが言ってたのをなんとプリゴジンさんがですねあの <laughs>、えー、それは信じないと言ってしまってあの人大丈夫ですかね <laughs> <laughs> もういろいろロシアの政府、まあ、特に国防省に対してはものすごくきついことをいろいろ言いながらワグネルを操ってき、えー、た、まあ、あの人がですね、えー、プーチンさんには直接批判をしないということをまあほぼ 守ってきたんじゃないかと思うんですがよく見てみると何のことはない最も強大な権力を一人で握っているプーチンさんにその責任の全てがあるんだっていうことにも聞こえますので、えー、これからどうなるのかね、えー、分かりませんがまあ戦争の個々の局面というのはロシア軍が優勢の場面もあればウクライナ軍が ああ優勢な場面ももちろんあって、えーまあ、まさに一進一退をが続いている。まあそういうことはあるんですけれども、ウクライナ軍はこの間ずっとその長距離大撃兵器なるものを、まあイギリスが供給した、まあ英仏で共同して作ったミサイルですけれども、巡航ミサイル、非常に長く届く巡航ミサイルを使って、 ロシア軍の兵、まあ特に燃料とか弾薬ですね。えー、こういうところを集中的に狙って、えー、もう、ロシア領内を含めて、もうぼかすか。信じがたいほど大きな火災があちこちで起こっておりますね。まあ、こういう、あるいは橋を落としたりするということも含めて、えー、ロシア軍を孤立させ、 えーまあ、最終的には包囲して殲滅するという方向に、えー、どうもいってるようです <laughs>、まあ、それが構想するのか彼らにとってねしないのかはよく分かりませんけれども、えーまあ、そんなことを毎日少しずついろいろと変化しているのを、まあ、見ざるを得ない状況になってますけれど。 今日はあの、冒頭でお話ししようと思いましたのは実はそのことではなくて、ちょっと驚くような、あの、まあ何も言う前から驚くような一丁の変なんですが、ち割と大きく扱われてるのかどうかちょっとよくテレビではよくわかんないので、あの、そうじゃなければ、あの、 いや、みんな知ってるよっていう話かもしれませんが。あの、石鹸屋さんというか、石鹸メーカー、洗剤メーカーのカオさんが、えー、蚊を駆除する画期的な方法を開発して、えー、アジアで開かれた、デング熱の研究会みたいなところで報告をした、バンコクで開かれたんですね、学会で。デング熱に関するサミット。 て、これ何かって言ったら蚊こう何て言うんですか羽が羽っていうかまあ昆虫ですからね羽がありますけど羽がなんか透明じゃないですか。であれって、えー、水系というか水分をはじくようにできてるらしいんですね。うんまあ、要するに 薄く油塗ったような状態と言っていいのかもしれませんがでカオさんが得意のまあ石鹸というか海面活性剤の、まあ、ある種の海面活性剤を飛んでいる間にスプレーするとその羽の油が多分洗い流されちゃうんですね <laughs> で水がついちゃうんです体にそうすると多分そのお重さで 体が動かなくなるなと思いますが、えー、ポトッと落ちてしまう。で、さらに、別のある種の海面剤界面活性剤をスプレーすると、これがすごくて、蚊、えー、まあの、酸素を呼吸してるわけですけど、あの、鬼門っていうね、昆虫はよく、体の横にこう、なんていうんでしょう、穴があって、でそこから、まあ、空気取り入れ口みたいになってて、その 空気を取り入れるようになっているで、そこをどうも塞いでしまうので、これはまあ窒息死ですかね。ボトンと落っこってしまうそうするとこれまあ、海面活性剤は使いますけれど、いわゆる薬剤っていうか、あそれ使ってないわけですよ。で、これは、 もしかしたら画期的な、その殺虫方法になるかもしれない。えー、蚊を駆除する方法になるかもしれない。あの、我々は、あの、蚊に刺されて、痒いなぐらいの感じですけれども、まあ、何年か前に、えー、デング熱が流行ったことありましたよね。ごく、あの、まあ、わずかでしたけれども、もう全身が痒くなる大変、大変辛い病気で、もちろん、 死に至る可能性もある病気だと思うんですが、そのデング熱と、それから、あと、蚊が媒体するものとして一番恐ろしいのはマラリアですよね。で、ということは、そのマラリアとかデング熱を防ぐために、えー、蚊を駆除する、少なくとも人間の近くに、まあ、いる蚊を大きく減らすということになると、 これは画期的な、まあ、商品になるかもしれないっていうことで今ちょっと大騒ぎになってるようですねこれとってもあの意味が大きくて、まあ、我々はいろいろやってきた事柄の中で、えー、まあちょっとそういう表現でいいかどうか分かりませんけども独特しいものをできるだけ避けるっていうんですかね。えー 人間が作り出した薬薬剤みたいなものをできるだけ使わないようにしてで、えー、まあ例えば農業にしても、えーまあ、あるいはガーデニングっていうところでもそうかもしれませんけれど、えー、農業、まあ、農業が一番大きいですよねあの、まあ、農薬をできるだけ使わないようにして生産が十分もしできれば、えー、それはなかなかいいことではないか。 とというよううよなことだと思うんですがあの薬って当初はよく効くわけですけれどもこれはの生命っていうのはすごいもんで、えー、簡単にその例えば蚊とか駆除に使えていたものがある程度時間が経ってくると耐性を持った個体が生まれてきて。 それが今度は支配的になって、つまり薬が一切効かなくなってしまう。まあ一切というか。ね。それはあの、人間の、あの、いわゆる医薬品に関してもそういうことがありますよね。え、まあものによってでしょうけれど。で、まあそういう危険を回避するという意味でも、つまりこれ物理的な方法なので <laughs>、まあ、なんていうか、あの、 近寄ってきた、あの、顔両手でパンと叩いて、えー、潰す、まあ、あの、これから。散々経験する <laughs>、そういう季節ですけれども。それに近いことからなので。えー、これに耐性を持つというのは、なかなか考えにくい。ですね。まあ、あの、生命全体、生命全体というか、他の生き物で。つまり蚊がいなくなったところに、何かが入り込んでくるで。それは人間に蚊よりももっと。 えー、きつい技あいをもたらすというようなことが可能,可能性としてないわけではないですけれどもまあそういういたちごっこっていう面は常にありますけれどもごごっこはイタチごっここはででちゃゃんと追いいいかけけけななきわけですよね、まあ、そういうあのことがあの発表されていてまあただ花王さんっていうのはあのまあ洗剤石鹸のメーカーですけれどえー こういうい殺虫剤の世界にもともと何て言うんでしょうか市場もないのも持ってないわけなんでどういうことになるのかそれから実際にそれを商品として買ってきて家であるいはどこか会社で使うっていうところまでイメージしたその商品イメージっていうのはできてないので。 あくまで技術的なことなんですけどね。ただ、これはなかなか大きいことじゃないかなと、えー、思っております。まあ、特にねさっき、最初の方にちょっと申しましたけど、デング熱とか、あるいはマラリアの、うん、まあ、なんていうんでしょうか、被害を小さくする上で、これがもし役に立つんだとすれば、まあ、 俗っぽい言い方ですけどもこれはノーベル賞問題かという気がしますね、えー、別にあのノーベル賞は大事だとは思っておりませんが、うん、あのちなみにこういうふうにその、うんまあ、問題を解決するのにこういうやり方を取っていこうというのは他にもいろいろあってで最初にちょっと言いましたその農業の世界なんかでも。 農薬の代わりに何かを使うっていう時に、まあ、よくありますよねアイガモ農法なんていうの、まあ、あれも一種の、えー、カモが、えーまあ、雑草みたいなものを食べてくれたりするっていうことがあるんですけどあのガーデニングの世界にも実はそういう傾向が今広がっていて、まあ、主に木作液と 木作液っていうのは炭を作る過程で出てくる水のことなんですけど木作液とかあとキトサンキトサンはまあちょっと意味が違うかなニームオイルっていうまあこれあのインドからですかねあの、まあ、こういうものを混ぜたものというのが、えーまあ、スプレーをして、えー、木なんかにまあかけると。 あのまあある種の農業ですけれどあの病気とか、まあ、特にこれから湿気が、まあ、気温が高くて湿気が高いというふうになると風通しの悪いところでは病気がバーッと流行ったりあるいは、まあ、害虫が大量にこう生まれたりするということがあるのでそれを避けるために、まあ、いろんなことをするわけですけれども。 えー、そこに強烈な薬をまいてしまうと、まあいろいろ悪いことが起こってくる。まあそこに、まあ例えば犬を飼ってる人なんかは庭,庭に犬が出せなくなっちゃうっていうね。<laughs> あんまり強い薬を使うとで。これ実際にそういうふうに感じてやってる人がいて、えー、あのバラってあるじゃないですか。バラってとにかく病気にかかりやすくて、 最近ではいろいろ園芸種を開発する中で病気に強いバラとか <coughs>、あの、扱いやすいバラも増えているようなんですが、それでも他の植物に比べて、バラはどうしても病気とか、それからカミキリムシですね。こういうものにやられてしまう可能性が高い。だから何かやらなきゃいけないわけですけれども、その時にもう多種多様の薬がいっぱい出てるんですけども、それを使うんではなくて、えー、まあ木作液とか、 ニーモールっていうふうな、比較的、まあ自然に近いものというか、そういうものを使うっていう傾向が非常に強くなってきているようですね。あと、これはあの、手前味噌の話で恐縮なんですけども、最近うちはあんまり出てこないんですけど、ゴキブリがこれから、あの、シーズンじゃないですか。<laughs> ね、マスター。<laughs> ね、ゴキブリを、 まああれはね、あの、向こうの方が長く地球上にいるらしいんで、大先輩なんですけど、嫌われるよね。<laughs> あゴキブリ大好きって人はあんまりいないかもしれないけれど。あので、これをやっつけるのに、昔はその直接、まあ、なんていうんでしょう。殺虫剤を振りかけるということをしたわけですよ、スプレーで。 でところが、この殺虫剤は結構きついものが多くて、えー、昔の殺虫剤であの、商品名として覚えてるのは確かサニタっていう、まあ、そ,のその名も <laughs> サ,ニサニタですからねサ。サニテーションっていうか、まあ、殺菌とかあの消毒とかっていうことでしょで。これはどういう薬かっていうと、床に散布するんですよ。 でその床の散布された床の上もちろん乾くわけですよね散布したのずっと濡れてるわけじゃない乾いたその床の上をゴキブリが走るっていうかいあの上を通ると足からあの有毒成分がゴキブリの体の中に入って死ぬというそういう <laughs> まあ今じゃ まずありえないような強い薬でしたけど、そういうものもあった。で、今流行りは何かっていうと、えー、これ我が家的な流行りで恐縮なんですけれど、あの、凍らすやつですね。あの、普通の、こう、なんていうんですか、あの、大きめの缶なんですけど、スプレー缶なんですけど、ノズルがちょっと長くてですね、このノズルの先から、 えー、まあ冷たいその凍っちゃうような冷たい空気が出てくるわけですね空気っていうかあの出てくるんですね何かを期待にしてるんでしょうけどでこれ薬は使ってないということなんですよ。これ直接当てられるともう一発であのちゃんと体に当たればあの体が動かなくなりますねゴキブリさんは。で動かなくなったところあのまあ何でしょう 紙かなんかでぐしゃっと掴んで、えー、トイレで捨てるというようなあのまあ薬を使わない方法でなおかつあの簡便な方法という意味ではそれがありますまあちょっと一つだけ難点があるのはすごく値段が高いっていうことですけど一、えー、缶で1000円以上しますからね確か そんな感じです。で、なかなかそういうのは高くて大変だなと思う私の場合には、えー、これ何度か申し上げましたけれど、えー、日本ゴム銃猟友会というのがあってですね <laughs>、あの、輪ゴムを30センチの物差しに着がえて、えー、これでゴキブリを撃ち殺すという まあ技術を子供の頃から磨いてきまして最近あんまりその技術を発揮するチャンスがないんですけどこれもまさにあの何て言うんでしょうかあのゴキブイとの勝負っていう感じですねあの薬は使いませんから <laughs>、えー、まあただ後しますとかねちょっと あんまり強い力で打ち殺してしまうと、あの、ゴキブリの体がバラバラになってですね。で、まあ、あちこち拭いたりするのが大変っていうのはちょっとありますんで、まあ、あの技術がこう高まっていくとどうなるかっていうと、ゴキブリのあの首筋のあたりをですね、えー、比較的弱い力でポンと当てるっていう高等技術がありまして、そうなるとゴキブリは動けなくなるんですが、後始末が大変楽と。 いうようなことがあります。でも、まあ、これは半分冗談に聞こえるかもしれませんが、もしそういう技術を持った人が家の中に一人いるとですね。これは、あの、とっても、あの、便利にしてもらえるというか、あの、便利な、あ、ことになったりします。まあ、いずれにせよ、その。なんつうんでしょうね。あの、有毒物をできるだけ使わないようにして。 まあこういう問題から、まあ、特にねやっぱりデング熱とマラリアの問題を考えるとこれは大きい問題ですから、えー、いやカオさんの試みはすごいなというふうに思ってます <laughs> はいえー、っとこれね本当にそうなんですあのすごく大きな評価はされていて 殺虫成分を含まないこと安全性の高い殺虫剤になる可能性もあるというね、えー、ことが書かれています記事になってますが、えー、ぜひちょっと関心を持っていただけると嬉しいなと思いますえー、っとまあこの話っていうのはあのー そうです、ねえー、まあ一種の技術系の話なんでしょうけどもそういう意味で今あの注目しておいた方がいいなと思うのがもう一つ実はあって、えー、まあ今までのはね殺虫剤っていうふうな話でしたけど、えー、今日あたりのニュースでかなり出てきていますがあのリチウム電池にまつわる問題っていうのが随分出てくるようになってます。まだ いいろろと遠慮があるのえ一番大事な問題のところに気付いてないような気がするんですけどどうやらあの廃棄物は、まあ、特に一般廃棄物が一番危ないわけですけれどあの大きなその清掃工場に行くと。 細かく裁断をして我々がね毎,毎週に2回ぐらい可燃物を捨てたりするじゃないですか。でそれの中を、まあ、できるだけ細かく裁断をしてそして燃やすということになるわけですがその過程で、えーまあ、リチウム電池が入ってくる。あの本来そこに捨てるべきも題ではもちろんないわけですけれどもリチウム電池は大小 実にさまざまな種類が今増えていて、まあ圧倒的に圧倒的になんていうそういう意味で勢いがこの間あったのはスマホですけれど、えー、そういうものの,そのゴミとなった電池これを回収するんじゃなくて、えー、どうしてもゴミに入ってくるわけですよね、えー、処分されるゴミの中に入ってくるそうするとこれ火が出るんですよね でちょっと来る途中の,あの聞いてたニュースで正確じゃないんですけれど、えー、相当な件数らしくてですねあちこちでこれが問題になってると。えー まあそれはそうだと思いますね。あのうんこれまあいつからいつまでのデータか分かりませんけど5000件そういう事故が起こっているというふうな報道がありました。でこれ いいわゆるクリーーンンセンターみたいなところですね。えー、こういうところまあゴミ処理能力そのものは大変大きなものがあるわけですけどその中に非常にやばいものが入っていてこれは豊田市の清掃施設課の方から、えー、もう緊,緊急の非常事態宣言となるものが出ていてですね つまり焼却炉の中で大きな火災が発生しちゃうとつまり多分想定してた温度より高い温度になっちゃうんだろうと思うんですよねで、えー、機械が壊れてしまう焼却炉が壊れてしまうということがあったようですで焼却炉1個壊,ると壊すとですねこれ大変なんですよあのその間、まああの間 周りにいっぱいありますからどっかにその処理できないゴミを持っていかなきゃいけないわけですよね。となると今までの操業時間よりも何時間か長く操業しなきゃいけない、えー、ゴミ処理場がいくつか出てくるとそういうところに負担がかかるとこれが劣化のスピードを速めるということになるとある時に、えー、処理ができなくなる可能性がないとは言えない。 ですねまあ、そういうそういう事態ですよ今。でね、まあ、皮肉にも豊田市っていうところの話をしたわけですけれどリチウム電池の一番のあの何て言うんでしょうか市場って自動車でしょこれからは。えー、まあ今もねあのトヨタ自動車は。 えまあ両に並み両天秤みたいなのか相変わらずそういう感じでえハイブリッドまあハイブリッドはハイブリッドでいろんなものを使ってるわけですけれどあのまあ完全な電気自動車ではないものにも十分力を注ぎつつ両に並べでやってるわけですけど中にはもうこれからはえ電動車でなきゃダメだっていうような感じで <laughs>。 やってくるところもあるし、まあ日本に、日本の市場に参入しようとしてくる、まあすでに参入しているテスラみたいなね、えー、電気自動車専業の会社とか、あるいは中国系の会社なんかは、ままさにリチウム電池を大量に使う産業になっていくわけじゃないですか。そこれ、これの処理ってなかなか大変ですよね。うん。 でまあ、あの走行中の安全とかどうとかっていうことはあの今あの私には分からないことなので、えー、ただそうではなくても廃車になった時にそのリチウムをちゃんと回収するシステムを作っておかないと、えー、これは大変なことになるんじゃないかなという気がします。えー、ごみ処理場でで火災がっていうふなレベルの話で済めばまだ まあそれも大きい問題ですけどね。なんせ使うリチウムの量がめちゃくちゃに多いだろうと思いますのでまあそんなことをちょっと感じました。えー、以上2つのうちまあもしかしたらどっちか片方になるかもしれませんが、えー、私がマグマグさんから出させてもらってます今あ下に出てますけれど、えー、ウッチージャーナルそれからウッチージャーナルデラックス こちらの方に、えー、記事の内容として反映させたいというふうに思っております。えー、毎週日曜日のだいたい2時半ぐらいに配信するようにしておりますが、えー、こちらの方をご,ご,ご購読していただいている方はぜひお楽しみに。えー、というところで、えー、今日の1曲目ということになります。マスター大丈夫ですかはい。はい ではまず1曲目はジャック・マクドフ、はいえー、クリストファー・コロンバス。